来什么？来。笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だぶいてみようやど。あ、わかった。どうぞ。ドキドキよ。せーの。どーれ。なに今の。みんなと。ね、ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムンラジオ。はい、水曜日、3月8日水曜日、今日は22度、湿度 53% です。はい、久しぶりやびん。はい、先週は忙しかったさ、もう、うん、仕事が忙しくて、もうあれだね、うん、もう生活するのに、ね、ピーピーカーカーしてるさ、もうはい、久しぶり。はい、はい、サイディータロー、ウルマーリンの、はい、MC もみやびん。はい、はいはい、はいはい、今日は明日ってなんか受験みたいですね。皆様、あの今夜冷えてますんで、もう早くフリムーンラジオ聞いてから寝るんだぞ。今夜もよろしく。お相手西原でーす。はい、ほいちほいち。はい、僕、うん、ピーチキャストさんの番組で、420円いただきました。牛乳のひふみです。よろしくおめでとう。なんで420円たら、なんかあの行く時の言葉を言ったら、うん、採点されてごっくんちょーって叫んだわけ。あ、そしたら7点っつってくる。7点は、うん、あのお米券だっつって取りにおいでって言うから下にいたから、うん、取りに来たらないわけ、うん、そしたら420円現金渡された。お米券420円。ああ、はいはいはい、あじごっくんちょーだけ420円もらえるんだって。そうそうそう、ごっくんちょーで儲かったよ。おー、あしビールも言ったけんさっていいはずよ。もうはいはいはい、ありまぎ。はいはい、じゃあ普通に、はい、やります。ミキサーメコザイルです。イエーイ、はい、あの巻いて、早く巻いて、時間ない、ね、早く巻け、ハゲ、早く巻け。はい、最近うるさいよや。お母さんみたいになってきちゃう。、はい、今日ですね、オープニングはお送りいただいたメッセージの本日のメッセージテーマは小さなサンキュー、したサンキュー、されたサンキューです。わかる？皆さん。ありがた迷惑かけていいんだぞ。ありがとう、うん。大きいありがとう、うん。はい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 。ね、いや、大きいありがとうじゃないよ。あ、小さいありがとう。されたされない。小さいの。本日はですね、なんとね、10分頃から名古屋中継となっておりまして。今日早いです。早いスペシャル。今日は、エコさん、ハイブロ姉さんは？なんかね、うん、ちょっと振られたらしくて、しばらく昇進旅行出かけますって。あ、関係よ。ちょっとしばらく来ないと言ってました。どっちにな、あの身元確認に行ったんじゃなくて、それも兼ねて。兼ねて。あ、危険だよ。バルネ帰ってきて。ダメか。なというわけですね。はい、こっちはゲストは
ゲスト、うん、目の前にいるぞ。あれ俺ゲストなの？ゲストゲスト、あのただのサブ、うんうん、ああはい、というゲストね。次は追加係が来てくれました。7時の番組も8時の番組を出してもらえなかったので、はい、たっぷり拾いますんで、ここでみんな感謝してね。はい、なおメールアドレスは moon@fmgino1.com、moon@fmgino1.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。はい。この番組はシーベースダイビング中川名木流海企画東牛のキラキラグループ、創業67年中村製菓フリムーンファミリーの提供でお送りいたします。なおフリムーンラジオではスポンサーを募集しています。お店や会社などをラジオで PR してみませんか？興味のある方、お問い合わせはフリムーンラジオの E メール、または FM ギノワン電話番号0989430094までご連絡ください。あとひふみさん、こちらお願いします。はい、FM ギノワンではサイバル放送もやっています。うん、スマホ、PC でリッスンラジオで、FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。そしてスマホでもお聞きの方は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から、九州沖縄をクリック FM ギノワンを選曲して聞いてください。はい、それでは一旦 CM です。はいはいはい、毎週水曜夜9時のフリムーンラジオに夢中です。フリムーンラジオ、はいはい、ついた頭にミンタマが喋ってます今。はいはい、それではじゃあ、はい、もうメール来てるね。うん、じゅんちゃん行くね。じゃあそろそろ、いいかしら。はいはいはい、はい、たいたい、フリムーンの皆さん、こんばんは、アレックスです。はい、名古屋チームの皆さん、特にダンサーズさん、フリムーンラジオの、サポート本当にありがとうございます。3名がいるから続いていると思います。沖縄から遠いのに、仕事があるのに、ラジオのためスポンサーゲスト探し、頭が下がります。もちろんフリムーンのモーミーさんたちも毎週お疲れ様です。ありがとうございます。これからもフリムーンのためにボランティアお願いします。アレックさん、サンキュー。サンキュー。そう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 、はい、あ、これありがとう、ね、あ、ありがとうって言ったよね、フリムーンで。今日のテーマだから。あー、はいはい、さすがなんで、はぁ、あがとう、もうこっちだからありがとうね、うん、あら、嬉しい。もう一回ゲスト呼んでみたいやつだ、これ。オバーマ、ジュン、オバーマ、あの、薬植えてたオバっていう意味いるさ。なんだったかな、なんか薬植えてたって。薬植えてた、薬って、飲み薬、飲み薬や、飲み薬って、おい、この前おはやすってか。入るのかな、わからんしげて。だだわ、いくよ、はい。はいはい、じゃあ、はい。はい、いつもの、はい、泉さんの特急サザンです。はい、されたサンキューは電車の座席を譲ってもらったことですかね。僕は腰が悪く、電車で20分、乗ったところ、あ、
走ったところにある、接骨院に通ってます、うん、その日の腰の状況はあまり良くなく、うん、電車の座席も座るところもなく立っていると一人のおばさんが席を譲ってくれました。どうも僕が立っている姿を見て辛そうに見えたみたいです。おばさんにお礼を言って座席に座れましたが本当に嬉しかったです。おばさんサンキューっていうことで、うん、おぎじょびを旦那一応こんなのがあるからや、いいね、嬉しいね。今日ものぐらいあってさ、ミュージックシャワーで、うん、あもう赤ちゃんいるんでしょって言ってから、うん、あ席にどうぞのうのしてからや、うん、いや赤ちゃんじゃないですよって言ってからじゃあ立っとけんでや今日のテーマ譲るだったからね、譲るやっさや、席譲るって、あはいはいはい、そうじゃ、はい、それよりもみちゃんと読めるさ、あみんな読わん、今日ね、読最近漢字は勉強してる、変なの飲んできたでしょ、あらあらあら今日はまとめんばよ、飲んでな、はいはい次、はい、あ次ない、次ない、すごもう時間です、いや時計見れって何回言ってるの、はい、萩山アンディ、はい呼んで名古屋呼んで、はい、どうも、はいはい、こんばんは、はい、こんにちは、名古屋、はい、久しぶりだね、滑り音でございます、はいはいはい、滑って、あのね、今日はですね、うん、名古屋からじゃないんですよ、はい、今日はね、あのスペシャルゲートさんのね、うん、あのご実家から岐阜県瑞浪市からね、お送りいたします、はい、今日のスペシャルゲストはですね、中山俊介さんでございます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、皆さんお久しぶりです、久しぶり、よろしくお願いします、はい、岐阜寒いです、寒い、雪降ってます、はい、あ、本当雪降ってます、本当に困るよさ雪降ってる、大変です、ダンサーさんから、ね、ヒッチスシーン似てるからよ、うん、滑ってるから口も困れてる、うん、滑り用事も似てるから余計冷えがそうなのあのねもうね今日あの岐阜までね、あのねストーカーのようにね、うん、来ますのでね、うん、多分ねこの周りね、うん、もうパトカーがね配備されてるかと思ってねドキドキしてますよ。あのですね通報しとく。うん、通報しとく、ね。それやめてね。それやめてね。あのですね今日はですね、はい、俊介さんのですね、うん、西日本スプリングツアー、2017のですね告知もしていただきますので、今こうツアー中で今ちょっとこのご実家に帰られてあの一休みというところですかね。休み全然休めてなくて。ユンボが運転してたでしょ。でも全然休めてないです。実家の仕事、あの、花屋なんですけど、うん、花屋が忙しすぎて、毎日6時起きです。あ、手伝ってるわけ？お手伝い、はい、お手伝いしてるの？そうなんです。お手伝いしてるんですよ。もう、もうみっちりやらされてます。朝6時から。くたくたです。朝6時から。もうね、だからね、あの、あれですよ、一人で遊ぶ暇はないんですよ。もうね、はい。週3王子がね。今できない状況でございます。市場にも仕入れてるの？週3じゃないです今週1行けてないですね、高知帰ってきてからね、そういう感じです寒いし朝からパタパタ、あすいません、あいいいいいい痛い、殴られた殴られたで今日浸水告知は、あ告知ですね、ありがとうございます。ああですね、浸水西日本スプリングツアー2017ということでですね、うん、この後決まってるのがですね3月11日、姫路駅前広場にて13時からのスタートです。僕が出るのは5時ぐらいです。あとですね3月12日大阪おぼらだれん、これも開始が19時半からです。そして3月13日大阪梅田、まだちょっと詳細をアップできてないんですけど、Facebook とあとファンサイトにてまた決まり次第詳細アップします。あと3月26日に福岡のカフェバーアーティーさんでこっちも夜ですねライブします。ネット等々 Facebook でも告知してますので、ぜひスケジュール見てお時間合えば遊びに来てください。よろしくお願いします。浸水忙しいや、すごいや、味噌煮込み好きです、こんばんは、はい、味噌、はい、今日は水並まで来てます。そしてですね、俊介さんのツアーですね、3月4日に名古屋がありまして、チーム名古屋もう駆けつけちゃいました、俊介さんのライブに。前回のツアーと違ってまたですね、新曲も盛りだくさん、そして聴かせる歌がたくさんですので、ぜひぜひぜひ、お近くの方足を運んでみてください、
てほしい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。あのね、今日ね、あの僕がねこの岐阜に来たのはですね、あのね、しゅうさんさんのね、あのちょっと技を見せていただこうかなと思ってね、こっち来てるんですけど、やっぱりね、サッピーさんもしゅう7ということで、やっぱり王子としてみたらですね、やっぱり1日2回というのを目標にして、レフトハンド、ね、ライトハンド両方とも使えるようにね、頑張りたいと思うんですけど、しゅうせいさん、こんなトークどうでしょうか。あ、そうですね、やっぱり両手でいった方がね、スピードもアップしますからね。もうね、ホワイティさん、はい、もうね、プロの域に入ってますよね。やっぱりね、滑り王国にね、スカウトしたいもん。しゅうせい、ドン引きするときはしていいんだよ。マジっすか。マイクの先が取れました。先っちょ取れた、先っちょ取れた。ちょっと、しゅうすいさん動揺してます。はい。もうね、しゅうすいさんもね、マイクで遊ばないで。いやいや、王子、はいはいはい、サウルお兄さんがおまわりさん呼んだから気をつけて。やっぱりそうだよね。もうね、ちょっとね、もう最初にこう裏口を、ね、教えていただいてね、こっそり逃げれるように。でもね、かなりたくさんのね、警備員がいると思うんですけどね、僕は逃げちゃいますよ。シースエ、早く起きなか言ってこい。まあ、最後ですか。しゅうすいさん、何言えばいいですか。しゅうすいさん、何言えばいいですか。ですけど、はい、ツアーは一人で歌ってるんですか、バンド形式。そうです、今回のツアーは、はい、一人で回ってます。一人で回ってるの、頑張って。はい、ありがとうございます。時間があったら息をったのに。本当だね。ね、来てほしいです。先っちょは大切、直してよって、ボーラゼロさん来てますね。うん、僕もね、どっちか言うと先っちょ弱いタイプなんですよね。あ、弱い。ああ、ドン引きです、すいません。皆さんドン引きですね。気持ちわかる。もう今のね、ご意見に対してね、みそちゃんどうでしょうか。いや、せっかくですね、壮大なバラードのソフィーの話をしようと思ってたんですけれどもね、もう本人がこれですから、どうフォローしていいかわかりません。完全にフリモになってるやん。もうそろそろですね、曲紹介をさせていただきますので、しゅんすいさんの方から、よろしくお願いいたします。いや、もうこういう感じの内容になってきてるので、ね、僕もね、そうね、ミスリコミスキーさん、ごめんなさい、本当に申し訳ないです、すいません。なんですけど、曲の方行きたいと思います。ですね、しゅんすいでビューティフルライフ、皆さん今日はありがとうございました。聴いてください。はい、ありがとう。今流れる。Beautiful life. もう一度歌う理由を見つけた Beautiful life. 神様が未来にくれたトレジャー Beautiful life.Show the light, から歌いたい Beautiful lives, my love. 虹がかかった雨上がりの空、泣きたいくらいの美しい夕焼け。こんなにちっぽけな自分に気づき、少し僕は前を向けた。当たり前にしてきたことを立ち止まって感じられてから、今ならいける気がした。もう決して僕は一人じゃないから、背中を押す仲間の声をもっと強い絆に変えて、yeah、生き急ぐ必要はないさ、今この瞬間を見つめていたいだけ。 Oh, beautiful life、 もう一度歌う理由を見つけた Beautiful life、 神様が未来にくれたトレジャー Beautiful life、
締めた僕の殻いつだって今から武装してリアルな自分を隠し続けたどんだけ突っ走ったと変わらない過去の物語自分を大切にって言葉僕は分からなかった目の前の人と向き合う意味も分からなかった苦しくてもがき続けたそんな日々超えたからこその今やっと手放すことができたきっと僕は生きててよかったんだねのように誠実でありたい家族写真心に抱き今日も僕は生きる Yeah, Get for life もう一度歌う理由を見つけた Get for life 神様が未来にくれたトレジャー Get for life 感謝を与えないだから歌いたい Get for life 言葉にできない抱きしめたら僕の声はいはいはい今もう新春だそういうあれだねもうサウロさんがいい曲だねってだからねいい曲よこれサウロさんこれ CD 買ってちょうんあのこれあの本人の要望でね、うん、今日ツイキャスでも全部流していいということでああツイキャスでも流れてるんだ聞けてるんですよなるほどねあー新庄とよ、うん、ねいい曲だよいい曲なんだそうそうそう新春の曲流れてるだからいい曲だねって、うん、サウロさんあの、うん、そのまま聞いてるわけ、うんこっちうん、なるほどね CD もビセさんは読みませんけどねこれ聞こえたらまずいあら鉄ごめんねはいホームランボールはい NG ワードわからないで喋ってるからちょっと教えてよ、ね、思いっきり NG ワードですねタイがホームランボール取ったのはいジュンちゃんはいはいはいメールいきますはいフリムーンのみんなこんばんははいこんばんはこんばんは来たラジオネームマドンナだよはいマドンナあっしゃ久しぶり、うん、今日のテーマ小さなサンキュー、うん、したサンキューされたサンキューですが、うん、私は学生時代ごめんねが口癖でちょっとしたこともごめんねごめんねと謝る言葉をよく使っていました友達に謝られてばかりだと私が悪いことしてるみたいでいい気持ちがしないと言われそれから謝る言葉から感謝の言葉ありがとうを意識して言うようにしましたそれから周りとの人間関係も良くなり自分自身も明るくなれた気がしますシンプルだけど一番幸せにする言葉ですねフリムーンの皆さんは感謝の言葉をちゃんと伝えていますか真面目な話になってスタジオが冷めてないかなこの後は名古屋中継でスタジオを和やかにしてください名古屋だけにチーンかっこわらではさいならさいならうまいさいならうまいあ名古屋コーチンだ最高寺まかしあっさむいやんどありがとういい言葉だよ、うん、そうだねごめんねよりね、うんありがとう多い方が、ね、うちなんちゅうごめんねって言うよねうちなんちゅうでは、うん、ありがとうはあれにへいでいびろうん宮古はい宮古タンディガータンディとかあと、うん、ちょっともう一つの意味でもマイフカっていうのもあるマイフカってどういう意味マイフカやーってマイフカマイフカでお前なんかがよく使うんだけどマイフカな同じ似たような意味なんだけどちょっと意味合いが違う時に使うと言うんだけど、はっきりはあっせ、金かかおき2つあるわけよえ、だからそれどう違うのえ、だいたいおばあたちが子供なんかに言う時にタンディがタンディマイフカ言うってマイフカ言う言葉なんだ、うん、そうそうそうで、普通はタンディがタンディ、うん、マイマイお尻をあ、そうなのうん、フカ、フクお尻フクは金かかんでは、うん、マイフカ、うん、拭いてもみのは特にあとからフカすさお願いのはいはい、次はい
はいはいはい、うん、来てるかい、あ、いいよ、うん、ちょっといい、うん、はい、フリムーンネームエイミー姫です。はいはい、姫、はい、うん、はい、フリムーンラジオのスタッフの皆さん、名古屋チームの皆さん、ゲストのキスイさん、これはじキスイ、はい、皆さんお疲れ様、春水ですね、うん、春水ね、今日は県立高校の入試試験、明日までですね、うん、高校入試の皆さん頑張ってくださいね。今日は、レズタカクリさんのレズタカクリ、誕生日ですね。誕生日おめでとうございます。名古屋で頑張ってくださいね。あ、はい、あ、モミーが言ってたの、うん、ラズだった。あ、ラズ、ラズ、あ、レズハラズ、何言ってるのかなと思った。あ、レ私ダメダメ、女嫌いでもおっぱい好きね、うん、わお、うん、ネパールの人は。はい、で今日のテーマ、はい、小さなサンキュー、うん、私はバレンタインデーにたくさんのチョコをあげました。はい、うん、僕ももらった、ありがとう。皆さんのありがとうと言って嬉しい顔を見ると私も嬉しかったさ。モーミーにチョコをあげたらワン、チョコレートもらうの初めてやっさって、あ、初めて、即チョコレート食べてた。あとエコザイルのチョコもかじっていたよ。いい、わがおちかな。エコザイルさんはあれ、ワンのチョコはってかっこ笑って、天休した皆さんありがとうございます。こちらこそ皆さんに天休します。ラジオ聞いてるからね。はい、言ったばっかり笑わせないでねって。はい、みみありがとうね、チョコレート美味しかったさ。俺の分まで、そうそう、人の食べちびから演じて入ったん。チョコレート、俺はんちゃんもえみひめさんチョコありがとうねって、ツイキャスで、あー、みんなあげてるんだよ、うん、はい、すごいね。ツイキャス一つ、はい、うん、アルファキンさんが、うん、テーマサンキュー、この番組をはじめ A びっくりラジオや飛行機アイランドなどラジオの面白さとワクワクを提供してる FM ギノマさんに大きなサンキューです。おー、あー、素晴らしい、いいですね、今日小さなサンキュー、はい。いいよ、久米島からありがとう。久米島、お、久米島にさ、ケインは久米島とこっち行ったり来たりして、あ、そうなんだ、行ったり来たりも、はい、そう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 、あ、いや、ありがとうございます、ね、お疲れ様ですね、うん、はい、はい、行きましょうか、うん、どうぞ、はい、こんばんは、こんばんは、はい、フリムメンバーの皆さん、ゲストの春水さん、リスナーの皆様、はい、続き読んでいい？どうぞ。はい、兵庫の C さんの嫁、みーさんです。みーさん、はい、またまた花粉にやられてくしゃみの連発です。ハフハフってくしゃみの不発もありたまらんです。で、今日のテーマの小さなサンキューですが、うん、いろいろあるもんですと、うん、はい、カニのカニ、うん、カニのツアーのバス旅行に行った時のこと、うん、私の斜め前のおばあちゃんの足元にみかん2粒落ちているのが見えて、うん、なんで気づけへんねんってずっと気になって見ていましたと。うん、そう、それ踏んだら汁出て転ぶし、うん、バスの中汚くなるし、うん、イライラしてみかんを見ていました、うん、で、もう言うたろうと思って肩を叩いて、うん、みかん足のところに落ちてますよってめっちゃ大きい声で言うてしまいました。するとバスの中でその人は大注目されちゃいましたと。あれ、ほんまやわと言うてみかんを拾っていましたが、うん、何か小さなサンキューというか大きなお世話になるのかどっちでしょう。ああ、小さなサンキューさ、これはで、ということで、うん、です、みーさんさん、小さなサンキューですと。で、でも大きいみかんやったから気になって他の人も言うたらええのにっていうなんてことない話でした。ではまたメール出します。まったやー、みーさんなしや、ワンガラタ取ってから向いてそこ内髪だけどや、足元落ちてるのにな、天球うんち、すごいすぐ内髪。すごいね、ずっと気になってずっと見てたんだろうね、じっと見てる顔がメニューかも、うんうん、こう踏まないで、踏まないでと思いながらずっと見てんだろうね、踏まないで、あーとかそう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 、あー、踏んだらしる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 って、そう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 、みかんの気持ちを代弁してたんです、うん、踏まれる踏まれる、いやいやいや、OK、次行ってよろしい、はい、はい、倉敷ののんぺと申します、はい、のんぺさん、はい、はい、こんばんは、池平さん、モーミーさん、フリムーンラジオの皆さん、名古屋チームの皆さん、お元気ですか、はい、元気です、今日のテーマ、小さなサンキュー、したサンキュー、されたサンキューですが、されたサンキューは一緒に食事をするときは、うん、皆さん、私の嫌いな肉がない食事ができるようにいつも気を使っていただいています。
名古屋チームの皆さん、関西チームの皆さん、沖縄の皆さん、いつもありがとうございます。小さな産休をしたのはスーパーなどで試食をしていて誰も寄らないときに桜になってあげることぐらいです。お皆さん風邪ひかないように気をつけてくださいね。またメールします。バイミー。バイミー。今日はケーキの写真。今日これなんだろう、誕生日ケーキと誕生日ケーキと何、おいしそう定食は、ね、定食チャーハン、これ先週も来たのと一緒じゃないのめっちゃ山盛りこれ。これ大事これ甘なあらんな、那覇の那覇の、那覇のかね、あのあそこのハブ食堂、ハブ食堂、あそこへ沖縄へ主食コーナーとかあるか、何コーナー、主食コーナーって主食コーナー、主食じゃない、主食でしょ、主食コーナー、うん、あるよ夕方頃とか結構スーパーとかね、スーパーの、うん、あ、あるさ、うん、あるんな、うん、まあ、もう見に来たら隠せって、わ、一回、うん、あ、うん、スーパーどこ行ってるの、うん、金秀しかないわったあ、金秀はあのあれだろ、冷まし、あ、公園のな、冷ましたのな、うん、わかんかん、うるましい、あー、だからだよ、だからだよ、やかや、うん、あ、どっからだよ、俺が、マジかまさんば、ここら辺すぐやるのに、あ、うん、リュウボウのチケットらみんな試食だらけだよ、うん、足もってあるけど、ご飯もちっちゃめ、うん、あマジかまんば、うん、ご飯ももらえる、あそこ行けそうだね、うん、あっちで住んだ方がいいや、うん、一食行けそう、すぐ逮捕、すぐ逮捕、はいはいはい、メール来てる、はい、メールよ、はい、はい、行きます、はい、フリーラジスタッフの皆さん、名古屋チームの皆さん、こんばんは、はい、こんばんは、これは、ラジオネーム鶴ヶ島カーズン兄さんからですね、はい、カーズン兄、はい、小さな産休ですね、トラックドライバーをしている私はやっぱり運転中に道を譲ってもらったり、相手に道を譲ってハザードランプを点灯してもらった時に産休、うんうん、って気持ちになりますね、うん、余裕を持って自分にも相手にも気持ちよい運転を心がけています。あー、すごいね、運転手はやっぱりこれやつだよ、そう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 、うん、え、分かり質問あるけど、うちなはいつからハザード使ってるか、ん、はい、昔からか、昔からのはずよ、うん、昔なかった、昔なかった、昔なかった、昔は P だった、ね、P、 俺がこっち来た時12、3年前くらいからは使ってるはず、マスケや、あ、多分俺が、うん、もう少し前からある、もう少し前、もう少し前からある、じゃあその前は P って鳴らす、あ、その、うん、P ってか手挙げてくれる、譲ってもらったりしたら、ね、はい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 、あ、俺の場合はだから昔の車はハザードが、うん、ハンドルの向こうが上がってから、あ、これこっちでやりにくいからでしょ、やりにくくてからありがとうもできない、うん、危ない、それをやってたんだよ、そう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 、俺なんかガッチャッて引っ張って、もうよく見たらスーラーでどうやし、どうやし、いや乗るときにちゃんと確認するわけさ、自分が今日乗る車は、うん、って俺もほら配送に行ってさ、うんうんうん、ボタンのやるもあれば引っ張るのもあれば横からカチッてやるのもあるから、その日に乗るトラックって全部違うから、最初にハザードの位置を確認する、トラックはね、トラックはこっちにあるんだよ、あの、うん、ウォッシャー液出すみたいなとこボタン押して、そう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 、あやさ、これまではカッチンカッチンや、松田の古いやつじゃないか、やさ松田やさ、松田と、はい、ダイナ、松田とあと三菱よ、三菱のトラックよ、ハイライト封じしてるよ、うん、ワイパーに、ワイパーと一緒になってて、ウォッシャー液をこうやったら出るみたいな感じで、ワイシャーと一緒、ワイパーと一緒になって、ワイパーの間違いそうだな、そう、ワイパーのところにあって、ワイパーを上に跳ね上げたら水が出るし、ワイパーの、この手前に引くさ、うん、あのパッシングするみたいに手前に引いたらハザードが入るわけ、三菱のトラック、迷惑度、ワッター免許取った時期はなかった、これが、ハザードつけるのは、PB かよ、P、うん、そうなんだ、 P、なかったよ、だから消し方わからんかったの、あるかし、あ、パーキングな、チャチキ、え、近近止まらんけど、してから、ワッターアドシゴがスカイラインで、あ、誰もわからん、とにかく、ハザードな、九州行ってから、ハザードな、うん、九州の2にもわからん、はぁ、もうバッテリー抜け、昔はね、はい、はい、行きましょうね、はい、あの、はい、MC モーミーさんのハゲチブルに、はい、春らしく色とりどりの花の絵を描いて、描き終わったら、ピンク色のTサージを巻いてあげて、東村のツツジ祭りに手をつないで散歩したい、めいめいです、はい、ありがとうございます、いつも、もう大ファンだね、はい、あの、今日のテーマ、うん、この前スーパーの駐車場でバッテリーが切れて車が動かなくなったと、バッテリー上がって、うん、そしたらおじさんが助けてくれた、うん、サンキュー、以上、軽いな、終わり、軽いな、すごいおじさんが助けて何なりしたのかや、ジャンプ、ジャンプして終わりじゃん、ジャンプ押しかけな、今だいたいギア車乗ってる人いると思ういるさ、あ、俺はギア車だけど、いいよ、今のだいたい女の人がギア車乗るってある、
まずないな、オートマだね。だからやっぱりもうジャンプケーブルって今みんな持ってるのかな。俺は持ってないな。持ってない。俺は逆にケインロープ持ってる。ああ、自分は持ってる。ケインロープとクロスレンチ。あれは持っとった方がいいや。ジャンプ線や。ジャンプ線とケインロープは乗せてる車に。ジャンプ線は持ってない。一応押し書きすればかかるからさ。わもう車なんて一バッテリーっちゃうんだ。自分のはよ。二つある。なんて一バッテリー乗ってる。は。あきさんめ。はっしゃり。あれはフルから使うとダメさ。うん。あれはね。二つあってからよ。あれはね、トランクの後ろに線つないで並列でつないだら長持ちするわけよ。あ、順にな。うん。俺、自分の前の車、ディーゼル車にはわざとでっかいバッテリー2つつないで無線もやってたから。ああ。ちょっとやってた。そしたらなかなか上がらんわけさ。なるほどね。すごいね。そうそうそう。ディーゼルバッテリーが命だからや。そう。デイジローや。ちょっとでも弱まったらもうかからんくなる。本当にみんな車のこと詳しいね。あ、全然わからん俺。ああ、乗るだけなのに。乗るだけ。誰にも乗るだけなのに、ね、誰乗ってる本当に。次行きましょう。乗るだけ実はいい海。うるさいよ。はいはい次、はいはい、はい、オッケー。はい、フリムの皆さんこんばんは、はい、モーラです。あー、モーラさん、はい、こんばんは。今日のテーマ、ありがとうされたこと。浦添浦西で年末頃大雨の後、うん、3メーター下の激流の川で中型犬が流されていた、うん、川にトラロープで降りて犬を抱きかかえて助けたら、その犬くっついてきて離れない。いっぺありがとう言ってたよ、動画撮ったよって。すごい、うん、あ、なんかこれ聞いたやつさ。で、うん、昨日うるま市の、ブー天館にて闘牛選手ワイドのオーディションを受けてきた息子たち双子、二、うんうん、人受けに行ってきたが、結果はずっと後に連絡が来るらしいです。ダメだはず。もみ、昨日のありがとう、アンシェーって。あー、はいはいはい、昨日あったけど、これだから大使いるかなって思ったけど、大使に一応送ってたっけさ、うん、モーラさんの子供が出るよって言ってからよ、うん、一言はいいってやったけど、うん、これなんかテレビ番組のあるじゃないか、うん、あ、これモーラさんが助けたってこと。犬は、うん、でしょ、犬は、うん、すごいね。よく川に、はあ、俺犬が流されてこれぐらいの犬じゃないか、これぐらいの。でもトラロープってあの黄色と黒の、黄色いの、そうあれでしょ。すごいよくわかったね、トラロープって言われたから。普通の人わからんよ、普通の人わからんよ、トラロープ女の人は特に。あー、あっしょ、あー、ひとしてトラロープでプレイしてたんだ。トラロープ見たら興奮するんで、だからジョンちゃんよ興奮してこれで、これで、うん、あのプレイするって、うん、やーって死にかわいい、縛ってーに、はい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 、はい、CM 入ります。はい、はい。私はフラーソング、フラートークが大好き。ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。はいはいはい、今の CM でちょっと思い出すけど、うん、あのタケちゃんおめでとうございます。ああ、そうそうそう、見歌大賞ね、見歌大賞ね。びっくりしたさ、よかった。泡盛温度って曲でミュート大賞チャレンジして、すごいね。大賞は逃したんですけど、歌唱賞を取ったということで、 おめでとうございます。もうで、応募理由が、会場に応募理由みんな書いて、要するに出場者の自己紹介プロフィールのところに応募理由も、応募理由も書いてて、応募理由がハワイに行きたいからですって書いてある。素直だな。
すごいや、うん、でも歌唱賞ってすごいって。ああ、うん、来年もう一回チャレンジするって。ああ、ね、来年も取れるよ。うん、ツイキャスもう一つ読んでいい？うん、はい。埼玉の NK はしゅんさんがトラロップってツルツル滑るんだよなって。滑る、あれ滑る、ね、チャーシンで手痛くなる。そうそうそう、あれ、そう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 。これ、はい、滑るのをギュッと縛ってから止めるのがテクニックやんば。これ純ちゃんがしこうから。あは。うん、でついてじゃないですか、うん、デジナポッチャリさん一つ読みましょうね、はい、小さなサンデジナポッチャリさんからです。ツイキャスです、はい、小さなサンキューといえばタイヤがパンクしてやり方間違えてるのにもかかわらずあたふたしていたら男性の3人組の方に助けてもらった時には感謝でした。うん、間違えたことはやさ、はい、間違えてたことは優しく教えてくれたので本当に感謝です。うわー、ありがたい。あースケベやなんであじゃあこれあ女の人、うん、そうそうデザインポチャリさん女の子でもこの子すごいよ車ね、うん、車好きだっすよ結構車のこと詳しい。あ今は昔なんじゃないの。あーそうなんだ。あ昔の、うん、ジョイちゃんタイヤパンクの押し切るか。直せないジャフや。あらんよタイヤ交換できない。できないやったことない。いや誰かにやってもらってやらしさ、うん、で今の車ってあのそうそうそうついてないんだよねタイヤが。してねんば。予備のスペアタイヤないっすよね。スペアまでついてない。あれなんだ。なんかパンクした時に注入する何かがついてる。パンク修理セットがあるよや。あのパンク修理剤でしょ。うん。あの応急で、うん、あの膜を作って、膜作ってやるか、あの、うん、パン二重の構造になってて、うん、あのなかなかパンクしないっていうか。そう最近のはなかなかパンクしないから予備のがついてないんですってそんな説明だった。本当大丈夫と思って。だけどそのタイヤ高いから。うん、あパンクしない聞いたやつさは、うん。名古屋の踊る人から。そう。でも4ヶ月ぐらいでパンクしよったけどね。誰が？私がしたんじゃないけどね。お前何人したみたいな。はい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 。はいはいはい。はいはい、いきますよ。はい、ラジオネームビンゴビンゴ、はい、さん、はい、はい、皆さん、今回返記今回返記、はい、さて今日のテーマ小さなサンキューについてですが、この番組など御社の番組がサイマル放送で聞けることですね、うん、配信を開始した理由は分かりませんが曲だけにサイマル放送の配信はないだろうと予想していた方も多いと思いますが、昨年4月にまさかの配信開始。ユーストやツイキャスだと通信料食うからあまり使っていなかったという方もいるのでは。後にリスラジでも配信が始まり、外でも気軽に聴けるようになったのはありがたいですね。その他の曲もサイマル放送配信してくれたらありがたいなと思っております。宜野湾市南部の皆さん、この番組ラジオで聞こえますか。追伸、昨年9月頃にリスラジで宜野湾市の曲が追加されましたと配信開始時に通知がありましたが、うんうん、どっちと思ったのは公然の秘密ですね。ビンゴさん大丈夫、こんなに踏み込んで甘い話、ほっとこ。これはあっち側の話、あっち側だよ。まあまあ、これはリスラジ、サイマル始めた4月、あんな前からあったっけ。こっち、あ、1年なのけな。1年近くなるんだ。もう1年ということで、ね、今の話だったね。すごいね。あ、そっか、Wi-Fi が完備されてないところだったら使うんだ。うん、あの食うからデータ通信が、はいはい、それを食う、それよりはサイマル放送で聞いた方が、が通信は食わない、食わないってことだ。あ、なるほどね。そういう人たちのために優しいんだね。うん、そうそうそう。まあ、最近からしか分からんよ。うん、うん、何が？だから、もみほっと2ヶ月前に入れた。ごめん、ハゲほっとこ。あの、あれ、あのメールがいっぱい NG ワードが分かる。そうそうそう。あーメールまみれ、もみに振ったら話がメールが読めなくなるから送らないで。あれさ、携帯なくしすぎてからさ、そう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 、連絡取れなくて。ということで、あの、はい、あ一見あーあーオッケー、はいはい、じゃあ、行くよ。はい、あ、行きましょうね。はい、はい、お願いします。はい、はいはいさーい、フリムーンラジオの皆さん、名古屋市民の皆さん、おっつー、うん、お邪魔するよ。どうぞ。ごらさいのしんちゃん。あー、しんちゃん、はいはいはい、はい、今日のテーマは、なんだっけ。はい、あ、あーサンキューだね。サンキュー、はいはい、俺にとってのサンキューは、うん、ラジオやフェイスブックで出会えた人々へのありがとう、サンキューですねって、うんうん、やっぱりまばゆいぐらいに輝くハゲチブルのモーミーと知り合い
闘牛の感動やカールちゃんのキラキラ組の一員でもなったしねって。はい、知り合ったたくさんの皆さんありがとう。二平デビル、こちらこそ。はい、これからもゆたしくうにげえさびら、あのいつものゆたしくですね、4文字の、ね、うん、4文字のどっかでゆたしく、はい、はい、今夜も聞いてるさね、ゆたしくって。はいはい、ありがとうございます。あー、はい、5月7日ね、しんちゃんワンマチカンティしてるけどね。なんで5月、5月大きい大会があるから、またあー、闘牛のね、5月か。はい、うん、はい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 、もっと来てる、いっぱい来てますよ。はいはい、チャイミ、はい、フリムーンラジオの皆さん、名古屋の皆さん、リスナーさん、こんばんぽ。はい、こんばんぽ。やみ上がりパーリーピーポーのモアイ大好きひとみこちゃんです。はい、久しぶりです。今週のテーマ、したサンキューされたサンキューは、去年の11月にたまたま心電図の検査を予約してくれていた主治医の先生にサンキューです。あの時検査していなかったら、心臓が悲鳴を上げているのにも気づかず、お星様になってたかもしれません。大変な事態になっているという自覚がなかったので、来週ポニーテールリボンズのワンマンがあるんで、手術は来週以降にしてくださいと、抜け抜けという私を見事に無視してくれた先生に心から感謝しています。これから体力つけて、毎週フリムーンラジオにもメッセージを送れるよう、よんなよんな頑張ります。皆さんも検査しっかり受けて健康でいましょうねって。はいはい、はい、先生、正解、先生、正解、大胆、大胆、ひとみこちゃんや。こんなにポニーテ行きたかったの。やんどうや、ね、ぬちやけやポニーテルが大事だっけ。大変さ、はい、無視された、華麗に無視。一件言っていいですか。はい、はい、ちょっとね、うん、笑いが止まらなくなる前に、うん、はい、うん、フリムーンラジオの皆々様、うん、ご無沙汰、はい、やいびーんって、はい、パックンチョー、パックンチョー。今日はハエバルの清和病院というところでマヨとライブしてきました。うん、大城智也でーす。あー、はい、はいはい、あ、今日撮ってきたんだ、はい、うん、で、患者様の笑顔に元気もらってきたよって。はいはい、はい、皮膚に2がいる、うん、いるよ。ね、だから今日も楽しく聞いてますって。清和病院の向かいのぎま生子に牛乳打ってたよ俺。ついでにマジョンダイブしてくればよかったね。出てくればよかったね。いいよ、はい、トメ君ありがとうね。ありがとうございます、はいはい、ありがとうございますって。嬉しいな、すごいね、はい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 、病院でも歌うんだね。ね、すごいな。慰問みたいなもんかな、多分ね。慰問っていうのあれ。でもいいよね、なんか元気ね、もらえたり。どんなだろうね、うん、いろんな施設とか行ってないか。うん、あ、行ってるの、見たいで。うん、ツイキャスさ、新しい人が初めてって呼んでいい。あ、いいよ、初めまして、どうぞ。メールも来てるんだよ、はい、あ、メールも来てる、うん、あ、じゃあメール行きます。あ、この人は、ええ、はい、もみさんはじめ出演者の皆さん、うん、はい、はじめまして。くもじのラジオではおなじみの沖縄にワンチュールです。あ、はいはい、クワカナです。はい、はい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 、はい、大阪から、リスラジ経由で聞いてます。実は故郷がお隣の浦添市牧港で、うん、両親もここで健在です。結構楽しい番組ですね、うん、これからも応援していますよ。では最後まで楽しんでくださいって。あ、はいはい、沖縄にございます。はい、ぜひ沖縄に遊びに来た時はこっちにだ、うん、一回はね、うん、FM 沖縄の方に来てね。沖縄にワンチュールさん、沖縄、沖縄にワンチュール、沖縄にワンチュール、沖縄にワンチュール、沖縄に、ああ、言ってるさ、大丈夫、はいはいはい、沖縄にワンチュール。はいはい、何あるか、メールを、メールあるよ、はいはい、どんどん、はい、ちょっと待って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 、沖縄ワンチュールさん来てね、ぜひ。ちょっと待って、充電してくださいが出てるから、呼んじゃっていい。じゃあ、うん、あ、俺が、呼んで呼んで、はい、あ、呼ぶ、うん、はい、ごめんなさい、切れたね、うんうん、はい、フリムーンの皆さんこんばんは。久々にメール送ります。はい、まさかつです。まさかつ、まかとんかや、はい、分からん。まさかつ、まさかつさん、まさかつ、思い当たる人が知ってるけど。ああ、じゃあその人で、パパが違うかもしれない、はい、今日のテーマ、サンキュー、ありがとう、うん、今月4日に僕の いとこが結婚しまして、うんうんうん、月曜日のミュージックシャワーのコーナー、全力で祝いますにメッセージを送りました、うん、すると、うん、いとこたちが番組を聞いたようで、早速電話が来て、電話口からありがとうのお礼を伝えてましたと。あ、はい、はいはい、おめでとうございます。ラジオにメッセージ送って恥ずかしいのと、うん、小さな喜びを感じました、うん、終わり。あ、ダブルで嬉しいね。だからや、読まれたの、それ聞いて電話かかってくるってね、いいな、
うん、くもじねさんにもじゃあ初めて出したのかや。まさかつ？くもじねさんに話、くもじねさんに出した話だ、うん、どこにも出てないよ。うん、出てないよ。うん、全力で岩山さんに言ったんだよ今。ああ、そっか。それが初めてだったってこと。おお、あ、じゃあまたこっちにも出してくださいね、毎週水曜日。こっちは採用率高い？うん。こっち？あの基本 100% 狙ってるんですよ。うん、頑張れ。そうそう、だから、あの、だから、うん、あのハゲチャビンが荒らすのと、うん、皮膚にやんが来て荒らされるとダメになるんですよ。メロ終わり回復普通にやってください。なので荒らすときはあの、はい、ほっとくんですけど、いやだからレンチャンで出るとおとなしくなるわけさ。誰が？俺が。嘘つけ。いやいや我慢してる。デイジストレス、うん、今日のチャットかなと思う。してないしてない。だどんどん勝っていこう。ハゲるか白くなるかちょっと見ものだな。はい、ハゲない白くなるんだな。イケペお疲れ、乾杯、うん、乾杯ごくんちょ。あ、飲んでるってもう。あ、もうすぐや。イケペが先に飲んどきますよって。あ、じゃあ、ワタンバーですよ。ピシ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 や、うん、ね、うん、どれぐらいか前にね、残業終了、うん、ちょっとラジダブが聞こえないんで静かにしてもらおうかって。あ、誰が静かにするかや。ラジダブ。ラジダブ聞かさん。まーちゃんまーちゃんのガサラが聞きづらいか、ごめんね。ごめんね、オープニング漫才じゃなくて。聞いてんじゃん。あらららあ、本当に結構遅くに終わったんだね。うん、お疲れ様です。お疲れ、うん、お疲れ。まだ帰ってる途中で、ね、うん、だったら間に合ったらね、うん、や間に合ったよな。あ、俺が電話してましやったんてや。まだ帰ってる途中、うん、じゃあまだ飲んでないと、うん、まだ飲んでない。オートバイルやがまた。どっちが勝つかな。どっちが勝つかな。俺なんかが家に帰ってるものと。今日いっぱい飲めるやつさ。うん、本当だ。メールある？メールは全部なんとか 100% 100% 消化、無事に終了。ああ、はいはい、足読んだくないしやばね。あ、よかった。小さなありがとう、うん、小さなありがとう。あった？俺なんかあったけど、あのよ、サイエーのエレベーターでよ、うん、あの高校生マジュン、どこのサイエー？赤道。赤道の赤道サイエー高校生マジュン乗ったわけさ。左側のね。左側で。こっちから行って左かよ。うん、絶対分からんわ。左からさ。あら、乗ってからよ。宝くじ売り場が道のそばにあるところでしょ。ええー、分かるさ。俺、あっちで当たったよ。あっちでな。しい、うん、いくら当たった？惜しいやん。あ、いや、いや、まだ。あらあら、高校生が頑張って、クッタが、ワンが乗ったから、クッタ上から降りてきて、ワンが乗ったから、クッタ降りてきよったきよ。何に？エレベーター。エレベーターが降りてきよったきさ、ワンと入れかよ。ワン乗ったきよ。明日からプーしたんじゃないか。あらんちゅんね、だからさっこいやらかすんばって、うん、足2回上がったからまた他のねネタが入ってくるけど、うん、絶対わが失われてるさや、うん、わ高校生かちみやま、いや悪いかありがとうにいい礼に言いたかったわけさ。わが失われてるね足や、絶対や違法なやったんだよ。でももう確かによく同じ、ね、本当だ。本当これよ、うん、ジュニーは恥ずかすねや。畜能じゃないか、バッペって。誰も匂い嗅いでないけど、モミだけプーカチャするんじゃない。これとは違う。これとは違う。これとは違う。あら、ジュニー、これは。プーしたんだったらしたって言えばいいのには、うん、ごめんなさいとか言えばいいけどや。うん、あ、小さいありがとう、あったな。うん、はい、牛乳ともう一つメルビンの配達してるけど、はいはい、よく行く配達先の女の子たちが、うん、何年か前に。あのスミレいっぱい積んできてから、うん、俺にあげよった、うん、いつもご苦労様です。あ、こんなのいいや、かわいいね。照れてから走っていくわけさ。小学校、あ、いや持ってるね。幼稚園生か保健生ぐらいかな、うん、ああ心が洗われたさ。あーし、このうわいいな。はい、じゃあ出払ったところで、はい、そろそろ来週のテーマ、はい、いいっすよ、はい、かけたい。あります？うん、来週ってね、15日、3月の15日はなんかね、靴の記念日って。はいはいはい、靴、靴屈光な、うん、ね、うん、というわけで、日本靴連盟が1930年に制定、うん、明治3年に、西村勝蔵が築地に日本初の西洋靴の工場を開設した日であると。はいはいはい、で、じゃあテーマを、はい、お願いします。はい、あなたの靴のこだわり。
あーいいね、こだわり、なんかみんな靴ってこだわりがあるでしょ。普通ない、ない人はない人もいるかもしれんけど、 あるな。マラソンというか陸上そうそうそうやるときは肘から履くのじゃなくて何かの時に履くとか仕事わじゃ用のとか、あ、そうそうそう、その時はやる。みんな靴って履くでしょ。靴履かない、靴履く、あ、靴一応タラワンのは10円玉が入ってるわけよ。え、だからなんだ、こんな話も来週さ、あ、じゃあ来週で、うん、匂い取り、じゃあ自分が何やるときに履くっていうのは、うん、じゃあ来週ね。待ってよ、俺カレンダーに書かんと今日のテーマあげるので、うん、もういいから自分で言ってから、はい、自分のこだわりの靴ですね、うん、はい、そう、こだわりの 靴、はい、靴のこだわり、女性も多いんじゃないかな、うん、靴のこだわり、あ、多いでしょうね。だからヒール何センチとかさ、あのほら、うん、前は背が低いのコンプレックスと言ってて、うん、自分で、うん、だから絶対ヒール、うん、10センチ以上のじゃないと履かないとか言って、あ、すごい高いと思ったら10センチ以上あるんだ。10センチはあるって言って、はーはー、だからあれ自分そう高くなるさ、あれたまに大きい時あるよ。やだそれをあのじゃあそうや自分をそうやってあの精神的に落ち着かしてるわけ、リラックスを持っていくため。あ、もう早速どんどん出してる、はいはいはい、来週楽しみ、だから来週のテーマだからも書くな、みんな書くな、書くな、今書かんよ。はい、ということで、うん、そろそろ1分切ります、うん、切れた、はい、はいはい、じゃあはい、またじゃあまあよ今日可愛かったよ、また来週ね。これ変態度変なところ映ってるからな、動画で、しかも写真と思った動画で。はい、じゃあ夜前、はい、はい、MC ボミー、はい、明日の受験頑張ってね、あったかくして寝るんだよ、怖い。もうそろそろパンパン牛乳のいい風味でした。はいはい、はい、また来週、はい、エコザエルでしたって、はい。